中島みゆきヘッドライトテールライトをお届けしました。一曲ですね。うん、感想させたいですけどね。それよりもやっぱりまずともこさんのお話ね。はい。はい、そうそう。やっぱりもう番組もラスト10分ぐらいになってきましたけれども、はいね、今日せっかく来ていただいたんでしっかり PR もしていただきたいと。ありがとうございます。はい。はい。はい。

読んで字のごとくだと思うんですけれども人とのコミュニケーションとかこうビジネスの場面とかでもどうそうそですね本当に初対面の相手の方だと不安になってもう手が震えるとかそういう方へに対する本ではあるんですけれども、うん、私はちょっと捉え方が実は違ってて、はい、初対面のの人にるともすすごいこう恩恵があるんですよね例えば昨日までだらしなかった人がですよ、はいはい、今日から真面目にしたいと思って真面目にします。 ね、髪もか変えて、はい、でもよく知ってる人とかいつものメンバーだと「お前何,ふ何をふざけてるんだ?」と言われるんですけど、うん、新しい人だとそれがその人だと思うので、はい、いつからでも変身できるいつからでも自分を変えられるっていうのがまず一つあるあとは例えば、ねあの「声が素敵ですね」とかあ「髪が綺麗ですね」「若く見えますね」って言われることによってえ自分は声が いい声なんだとか、うんうん、髪が綺麗に見えるんだってこう自分のブランディングできるんですよ、はい、印象を人に言ってもらえるのでイメージがわかるんですね、うん、なんで就活とか婚活とかするような人とかは自分をどうアピールしていいかわからない場合は、うん、知らない人に会うのが一番いいんですようんそうしたらその人が印象を言ってくれるんで いつも家ではおっさん扱いされてても若いねって言われたら <laughs> あら若くなった僕みたいな感じになってしまうので <laughs> そういう利点があったりあとは例えばちらっとなんか,なんかしたらなんかそれってな例えばですね子供さんが好きそうですねとかそうやって言われたらなんかそれに私は才能があるんじゃないかなとか、うん、で歌がお上手ですねとかもし言われたらあ じゃあ昔歌手になりたかったなそういやみたいな感じで、うん、昔の自分を思いい出して、はい、そういう利点があるんですよなので、うん、旅先とか行くとそういう印象いっぱい言われるんで今回も私あのツアーコンダクターみたいですねって言われたり <laughs> 占い師みたいですって言われたりいろんな風に言われたので、うん、そういう私がいるなと思っています。そ <laughs>、ね、それこそもう本当に、はいあの 出版の編集者の方から肩書きはプロインタビュアーでいきますねって言われたこと本当にもうそのことそのままですよねだから寄せていってるかもしれません自分で <laughs> <laughs> その肩書きによ寄せるしかないなみたいな、うん、いや本当にじゃあそういうふうに思ってもらえたんだったら、はい、自分もそうなりたいとかそういうふうに演じてもいいんじゃないかっていうそうですよすごく自分もグッときますねそうなんですよそうなんですよだから もう今までちょっと自分がちょっとやさぐれてても今日からパリッとすると思えばそういう風に言ってもらえるじゃないですか、うん、そうするともうパリッとででででいいいいけばいいんんすすすよねそうなんですだから髪型をね今日茶髪にしたら茶髪っぽいイメージされるじゃないですかそういうもういくらでも演出をすればいいのでいくららでも変えられます <laughs> それが利点なんでなんか初対面の人と会うと恥ずかしいとか怖いじゃなくてだってどうせ初対面ですよ。 あの、まあ、印象そこから作ればいいんで、うん、いくらでもやり直せるし、うん、スタートできるんでぜひ、うん、面白いですねね、はあ、ぜひね詳しくは5本も読んでいただきたい <laughs>、はい、と思うんですけれども、うんうん、はいこれあの点点たい持つの大変じゃないですか <laughs> あ大丈夫ですよ。<laughs> はい 手に取ってみたいという方は、はい、あの例えばこうインターネット通販などでこう、はい、すぐ手に入るという書店にもあると思うんですけどまあ一応あそうですね、いろいろあの調べてもらって、はい、プロインタビューは佐藤智子で検索してもらうと結構いろいろあのヤフーニュースとかブログとかも出てくると思います。佐藤さん、まあね、あのメジャーな佐藤さんですね人に、沖縄では珍しいですけど印鑑探せなかったですね。<laughs> <laughs> 佐藤さんがゃないのは、ちょっとびっくりしちゃい、ね。そうですよ。請求書を送ってください。印鑑がない。<laughs> 本当に。あざととか多いですけどね。はい。<laughs> 実は。全国ではメジャーな佐藤さん。はい。あと、智子さんは知るという字に、まあ、日曜日の日、お日様の日で。智子、はい、さん。ですね、はい。そうです。プロダクト。はい けていただければそしてもう一つぜひお伝えしておきたいのが、はいはい、あの沖縄でのあのイベントはもう終わってしまったんですけれども、はいはい、インタビューをライブにするという試みをされてらっしゃるんですよね。ちょうどですね2日前にあのアロというあのコザにあるゲストハウスがあるんですけれども、はいまあ、まだできたばっかりのそこでちょっと出版パー っていうかて出版セミナーとインタビューショーというのをやったんですけどこれちょっと面白くって、うん、来たいただいたお客様から何人かこうピックアップして「あなたあなた」あなたみたいな感じで、まあ、壇上というか前に来ていただいて私がその場で全く知らない方なのに <laughs> インタビューをして<ー>その人となりをこうやるというこのインタビューするということをして、うん、自分のハードルを上げてるという。 そうですねそうするとどういうことが起きるかっていうと、まあ、その人は本当は自己 PR をすることなんですけれども私に聞かれて話すので思わぬこういろんなことを話せてですねアピールができる自慢のような話も私に聞かれて話すんで、うん、自慢話にも聞こえないしアピールになってそして人となりが分かるのでその後交流会をするんですけど、うん、すごいマッチングです。はい、すごいもう 先日やったそのインタビューショーの時は、まあ、カメラマンの方がおられてカメラマンの方っていうのはロケ場所を探してますよね。うん、だちょうどその時に郵便局員さんがいて <laughs> で郵便局員さんがルートを知ってますよね。はい、なんであのちょっと昭和の感じの道だったりカップルでいるといいよって道を知ってるという、うん、そうするとこうお互いがこう話をして、はい、なんかどっかいい道知ってるみたいなそういう出会いがあるっていう感じですね。 そういうことを今後いろいろな場所でやっていきたいなと思ってます。面白いな。はい、さっきもし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 ゃってた人しもしも何らかのしかしらの専門家でプロフェッショナルで、うん、その人たちが集まってもし反応をしこしたらすごく面白いもともっと広がりが見えるも、はい、しも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 地域活性化もしうしもしもしもしうしも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 てもしもしもしで髪切ったんですかって質問してるとし 美容師の方がおられたんですよで、美容師の方もインタビューすると美容師の方っていうのは今昔はこうやってなんか雑誌の切り抜きみたいなの持ってこられてたじゃないですか今は私に似合う髪型にしてとかあ分かりますあとはあの、まあ、楽な髪にしてとかざっくりとしたことを言われるらしいんですよね、うん、そうすると会話5分ぐらいの会話でその人に合う髪型にしなきゃいけないとか、はい、そういう美容師さんの 本当のその気持ちを聞くとですねもうちょっとちゃんと言ってあげようかなとかね職業ならではの話とかを聞かせていただいたりとかすごくわかるそれだからねバーテンダーとしてはねいつものって言われてもどのいつものみたいな言われますよね。 女性私に似合うものと言われても初めて会ったあなたにっていう以前の放送でもちらっと出たんですがすすすすすごごく難しいいででそうね求める気持ちはは私かりま自分がその道のプロじゃないので自分がやりたい髪型があっても実際に似合うかどうか分からないから美容師さんに似合うものを見つけてほしいっていうなるほど頼りにしてる気持ちありますね私は逆に そういうい専門家の人にあのプライベートでも話を聞くのが好きなんでうん、うん、美容師さんには美容師さんってどういうところで髪切るんですかとか美容師さんならではの話をいっぱい聞いてそしたら美容師さんってそういう生活どこでランチ食べてるんですかとか、うん、立ち食いですみたいな、うん、後ろのシャンプーの裏で食べてますとか <laughs>、はい、へえみたいな、まあ、そういうのが好きなんですねそういう話を聞くのが。 うんいろんな職業の人に話を聞いたりしてますよ <laughs> 自分の好奇心プラスそのインタビューさせていただいた方のもう輝いてる部分そうですべてを知ったうえでの輝いた部分をどう紹介できるかそうですそうするとやっぱりその生き生きとしたことって皆さんお,しお話ししたいんですよね、うん、だか聞かれるっていうことに対してあの嫌な話は一切聞かないんです。うん でも聞いてほしい話って絶対あるので、あのもう奥さんだったり子供さんだったりもう知ってるよっていう人でも聞いてあげるっていうなんかまあ興味を持って聞くっていうのは絶対いいです。家族感も変わるし、で、ね、幸せなです太郎さんね。でも本当に今日は勉強になりましたよ。いやいや、はい、もう私の中では聞くイコール、うん 輝きを見つけること。すごい。ありがとうございます。なんか。<laughs> ありがとうございます。ねえ。もう本当あっという間のお時間なんですけど、はい、最後に、もしよかったら、ラジオをお聞きの皆さんに。はい。とんこさんから一言メッセージ、はい、お願いしてもよろしいですか。すね、あの那覇は。本当に。日本を代表する観光地なので。ぜひですね。あのいろんな国の方や。 あの日本の各地から皆さんも沖縄はもう憧れの街なのでそこに来られる方にぜひ道を聞かれたら右だよ左だるだけじゃなくてどこから来たんですかとか沖縄のどういうところが好きですかってぜひ聞いていただいて会話をつなげていただくと思わぬ那覇の魅力だったりあ,あなたはこういう人ですねって言われたらえ私こういう人なんですかってなるので会話を楽しんでいただきたい観光客がこんなに多い。 新しい出会いがいっぱいあるので、そしたら、もしかしたら、やりたい仕事をや。をいただける、人かもしれないですよ。たまたま、やりたかった仕事を、や、やってる人かもしれないし。なんで出会いっていうのは。すごい夢をつなげるものなので、ぜひ、皆さん。と私は思います。<laughs> 本当、今日は、ありがとう。ありがとうございます。なんか、本当にね、また、ぜひ。 このスタジオにもね番組にも遊びに来ていただきたいと、はい、またね沖縄に来るのもなかなかそんなしょっちゅうというわけにはいかないと思うんですけれどもマイルを食べてきます <laughs> よろしくお願いします <laughs> はい、はい、ありがとうございます、はい、もう声を大にして肩書き改めてご紹介しますプロインタビュアーの佐藤智子さんにお越しいただきました今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたアイネットラジオお相手は吉田テスタロー小戸春菜と DJ 朝でお届けいたしました。それではまた来週この時間お目にかかりましょう。